パステルカラーの組み合わせがとってもいい感じですね。やっほー、夏休みの宿題は最終日にまとめてやる派のタラチーです。初めての刺し子16号をやっていきます。今回作るのは編み物のモチーフ、そして小銀刺しのポーチが今回からスタートですね。まずは材料を見ていきます。刺し子に使う桃色の布にペールブルーの刺し子糸、それとポーチ作りに使う薄グレーの小銀布です。はじめは右上の3目目のところからいつものようにぐるっと一周刺していきます。そのままの糸でできるところまで並々を刺していきます。ここまでできました。そうしたら糸を新しくつけてどんどんね並々を作っていこうと思います。今回はねとってもシンプードルな形ですね。はい、こんな感じで編み物完成です。刺し進め方が一通りしかなかったので初心者の方にも作りやすいモチーフかなと思いました。それでは今回はここまで。またねー。